ゆとりなう、あさかわずです。誕生日プレゼントありがとうございます。まりあつです。はい、ということでね。はい。えー、無事30歳を迎えたまりあつくんですけれど。はい。あの、ほら、番組で、お見合い希望の方は連絡くださいって言ったら来たんでしょあ、そう。来たんだけどね。どこまで話せるんかわかんないけど、今日はその話聞きたいんだけど。いや、そう。いやどこまで言っていいのかわかんないからさ。<laughs> うん。いや、私はさ、北海道ですって言っててさ。うん。 でなんかほら北海道で会える人いたらいいなーみたいなさまあ全国どこでも行くけどもって言っちゃったからなそう全国どこでも行くんだけどもまあ北海道だったらまあ会いやすいかなーみたいな話をしたじゃないうんうんうん、うん、そういう人がなんかあのそれ言っちゃっていいのいやわかんない P かもしんないああじゃあ、うん、ちょっと P ーしとくわ。うん、これほら前に 全国行きますよとは言ったものの。言ったけどさ、なんかせめてさ、大宮とかさ、 なんか東京とかまでさ、なんか出てきてくれよと思ってさ。だったら東京が会いやすいよね。っていうか空港の近くっていうか。そうそう,そうそうそう。パネルとか成田とか。<laughs> そう、とかさ、あとなんかとか。<laughs> ね、あの、新宿、池袋渋谷とかあの辺とかさ。ね。あの、これもう一回言っとくけど、私足利にもう住んでないから。<laughs> もう、引っ越して2年ぐらい経つもんね。うん。もう、北海道帰っちゃったから。<laughs> ね、アシカが年、ね、一ぐらいしか行かないから、もう。う <laughs> やめて、アシカが。<laughs> <laughs> 足利ののから解き放たたれいの私は <laughs> もう何回足利言ってんだよ、お前。<laughs> 足利に住んでる俺も気悪いわ、なんか <laughs> 行、ね。行きたくね行きたくね言われて。<laughs> なんだ、朝だって浅川さん、だって北海道寒いから行きたくねえとか言っていいじゃん。<laughs> でも俺もほら、年1か2ぐらいでね、遊び行ってるからね。まあ、それぐらいの。 ね今、距離感だけれど、うん、あの、飛行機だから、その、中間が取れないっていうのが難しいんだよね。いや、あのね、東京だったら行くよ、全然。うーんあ。東京とか、大阪とか、あの、って言ってくれたら、まあ、あえっ、ー、とね、ちょっと行ったことないからわかんないけど、福岡とか、あ,<ー>あの、中核都市とか言ってくれれば行くけど、なんかこういう、 なんかさ、ほら、東京からだって片道2時間のさ、そうなのかかるさ、ところを指定されてもさ、行けませんがなって話じゃん。これだからさ、マジで変な話なんだけど、うん、俺んちと、うん、マリアツくんちの時間的 中間地点ってマジで羽田とか成田なんだよね。いやそうかもしれない。マリアツ君が飛行機に乗って、うん。東京に来る時間と俺が電車で東京に行く時間同じなんだもんもう。いやそれだったらもうさあの仙台とかの方がじゃない？新幹線でってこと？うん。宇都宮まで出て仙台までとかだったらさ。うん、らさじゃあマリアツ君もあの北斗乗ってね。<laughs> いやだ。帰りも。そやって飛行機で行くわ。そうか直行便があんのか仙台行きとか。 うん、あるある。そのパターンもあるか。うん。いや、だから全然東京まで来れない人は仙台とか。うん。とりあえずさ、なんか中核都市にして、あの、どい舎か行けない。<laughs> 車ないし。<laughs> すげえ、こう、足利をディスられてあんまいい気はしないんだけれども。<laughs> いや、大丈夫大丈夫。うちの方がいなくからわ<や><ら>かるわかる。認めるよ。うん、だってそもそも空港から2時間ぐらいかかるんだから、そりゃ遠いわな。足利はな。で、 ま、茨城にも空港あるとはいえ、茨城空港からもアクセス悪いし。さ、同じ空港から2時間だったらさ、なんかまださ、んなんか八王子とか言われた方がさ、まだあれじゃないじゃあ分かった。こうしよう。だから、マリアツくんとお見合いしたい方は、うん。最寄りの空港を言ってもらえれば大体。あ、そうね。うん。最寄りの空港言ってもらえれば行くわ。全然。<laughs> え、それは何飛行機代はどうすんの自己負担すんの まあ、するけど、でもあの、会うって言っててさ、うん、飛行機代出して行ってさ、してもし日焼かしでした、来ませんでしたってなったら、これ詐欺罪とかで訴えられるの まあまあまあ、わかどこまでできるんかわかんないけれど、その証拠とかね、そういう契約とかあればそうなんかもしんないけど。いや、ちょっと頑張って個人情報を特定してあれだわ。怖<こわ> <laughs> あの、ちょっと弁護士さんとお知り合いになったんで、この間で。その本気度を確かめる意味で、じゃあちょっと飛行機代半分お願いしますとかってのはありかもしんないけどね。うん、いや、だから事前にちょっとさ、いきなりあんじゃなくて、事前にこうちょっとあの、ズームとかあ、ズームとかで、うんうん、うん。うん ムとととかかスカイプとかでちょっと喋りましょううっていうまあ確かにね。いきなり会うのは男でも女でもどっちでもそうだけど、まあリスクが高いからね。うん、しかもさ、なんかそのさ。飛行機代とか考えたらねそう、動画行くんだったらさ。<laughs> あじゃあえっと <laughs>、うん、北海道内だったらもっと気楽にじゃあ会えますよってことね逆にまあ札幌とかだったらねうんあで<ー>もねあのシャリまで来てくださいとかラウスまで来てくださいとか言われたらちょっと引くけどねなんかさそこをほらこの間み見たく、うん、どこでもとかなんかこうだ決めちゃうだから札幌か東京にしちゃえばもう札幌か旭川か、うん、もしくは最寄りの空港 <laughs> 最寄りじゃないや空港名言ってくださいそれは何沖縄とかもありなの 沖縄、那覇空港とかだったら。<laughs> <道>でかい、でかい空港でお願いします。北海道から那覇まで行くんだ。あの、新千歳空港からの直通便があるところでお願いします。<laughs> かかるぞ、ね、お金。いや、まあ、オフ会ついでにやるから、もういいよ、そしたら。時間も3時間、4時間ぐらいかかんのか うん、どうせ暇人なんでいいですよもうあーまあ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 確かにねだよ <laughs> あのだからさそうさっき言ったみたく1対1じゃなくて、うん、ちょっとお見合いパーティー的な感じで何人かっていうんだったらほら俺もいやーそうね主催するじゃあもう面倒くさいからオフ会じゃなくてお見合いパーティーそうそうお見合いパーティーっていうか婚活パーティーっていうか主催する 婚活パーティーっていうと逆にさなんかさやりもくの人来るんだよねめんどくさいていうかそもそも女性が集まんないと思うんだよなうちのリスナー層的にうん <laughs> だから男性をめちゃくちゃ高くしてないと男性がいっぱい来そう <laughs> <laughs> だアリア有恭君が一生懸命女性陣を揃えてくれるんだったらできるって話だわな、うんうん、女性陣がいなくない <か>いなくないかっていうか、やっぱそうなると北海道になっちゃうじゃんそのや友達をじゃ連れてくるってなると、北海道の友達になっちゃうじゃん。いや、北海道もいない。<laughs> お友達、おじいちゃん、おばあちゃんばっかだもん。いや、飛行機代出すんで、1月に来てくださいって言うんだったらね、マリアスくんも2つ返事でい。行く <laughs> いくよペイペイに送金してください <laughs>。<laughs> まあでもねピークオフだったら片道1万円ぐらいでね全然いけるからねもう1万円しないぐらいだもんね片道1万円から1万5千円ぐらいで、ね、全然いけちゃうから安いらうん、うん、ねちょっとそういうおねだりもありつつはい <laughs> で条件はねそろそろ言えって言われてんのよね <laughs> リスナーさんにねおおなるほどねうんじゃあそれ以降はねそっちの方で頑張ってもらうということで、はい、まあ まあ、とりあえず、あれだね。まあ、今年はちょっとあれとして、来年あたり、うん、まあ、新年会的な感じかな。じゃあ、オフ会兼新年会みたいな、ね。そうね。東京か、もしくは大阪あたりでやりたいよね、新年会。で、その時に、マリアツくんが来た時に、じゃあ、お見合い候補じゃないけれど、そういう方もね、来てもらえればっていう感じかな。う,ん,うん。それが一番なんか、いろいろこう、都合がいいというか、なんていうかね。 いやでもなんか実際会って「いやーないわ」とか思われたら嫌じゃない <laughs> でもほら別にねそれしょ,うしょうがないじゃんい,いつかは会うんだからあそっかう<ー>ん <laughs> いつか会うんだからそんな引き伸ばして引き伸ばして断られるよりはねパッと見てパッてねえわっていう方が全然楽でいいけど今の VR 婚活とかだとさ会わないでほぼほぼ会わないで結婚みたいなあるっていうからさでも。 で,それで息統合してでこうなんかもうう本当に会うのは席る時だけみたいなさそれでそのまま一緒に住まないとかってんだったらわかるけどいつかはだってあれでしょ一緒に住んであの本当の顔を VR じゃない顔を見るわけでしょうーん,なんかそれでうまくいいってるらしいよそれはだからほらもうその人の中身というかわかってるから別にその外見やらなんやらっていうのはもう気にならないっていうのはまあまああるんじゃないそれでもうん、うん 相当長い期間時間かけないとねやっぱりうん、うん、席入れたり結婚してから性格変わるというか本性を表す人だっているわけだからねうん正川さんみたいにねあのマリアズ君みたいにね <laughs> いや私はもう放送で本性を表してるから <laughs> これで聞いて無理だなって思う人は無理なんで。 <laughs> それはほらだからオフ会でもさそれがわかるわけじゃん実際に会ってみて、うん、こういう人なんだなってんがわかるからいいんじゃない直接聞きたいことがあれば本人に聞けばいいし。 とりあえずあれか遠い人はとりあえずズームでなんかしゃべるかるそれはほらそっちでやってもらってそうねうん、うん、そうしてください皆さんいきなり聞きません <laughs> あのー、<laughs> 私ももうそのなんていうか仲介業者じゃないんで <laughs> あれ朝浅川ずさんってあれでしょ、うん、浅川ず結婚相談所なんでしょ11月29日にオープンしたって聞きましたけども <laughs> そう勝手にどうぞとしか言いようがないんですけど <laughs> 俺としては単に俺としてはマリアスくんが誰か俺に、うん 紹介してくれれば助かるなっていうくらい腹立つわこいつ絶対紹介しねえわ <laughs> 友達なんだから紹介してくれよ絶対紹介しねえわもう <laughs> カービーさんに頼んでそういうの <laughs> カービーさんとかアイさんとかに頼んでまあまあまあねそんな感じで、はい、あのじゃあ来年ねちょっとひょっとしたらあのマリアくんこっち来てオフ会やるかもしれないんで、ね、ということでそうねいつかは行きますなので、えー、お会いしたいっていう方はその機会が一番いいんじゃないかなとで、うん、えっと それ以外でも2人っきりですぐ会いたいってなうんだったら北海道まで来てくださいとそれか飛行機代払えとということでねよろししくお願いいいたしますはいはい、終了よろしければチャンネル登録お願いします